そんなまさか。なんだい、どうかした？いや、なんでもないんだよ。なんでも。どうも、はじめまして。イスマエル・バルボーサです。もしかしてママたちって前にどこかで会ったことがあるんじゃないの？そんなことないよ。イスマエルさんとお会いするのはこれが初めてだよ。ああ、初めてだ。そうなの。二人ともなんか驚いた顔をしてたから。いや、それはお嬢ちゃんの気のせいさ。お母さんと俺とは今ここで初めて会ったんだから。どうです所長、今何を考えてるのか教えてくれたら高級レストランでディナーをおごりますよ。所長、上の空みたいですね。聞こえてますか？ああ、聞こえてる。それで名探偵の出した結論は？結論は出てないさ。他のことを考えてた。ヒメナ・フェリーニのことでしょう。そうだ、彼女は私と約束をしてたんだ。デートのな、だがすっぽかして旅行に行った。仕事が理由だったらまだわからないでもないが、そうじゃない、旅行に行ってしまったんだよ。ですが所長、あの人は実業家です。緊急のようで出かけたのかもしれない。なかなかいいこと言うじゃないか。いや、だが違う、どうも納得がいかないんだ。ま、それより書類を調べたんだが、一つ見落としてたことがあった。見落としてた？何です？いいか、ディオニシオが運び込まれた病院では救急治療に麻薬患者の措置が取られていたんだ。興味深いと思わないか？きっと何かあるはずだ。何かでかい獲物に近づいてるような気がするんだ。信じられないわ。どうしてせめて生きてることだけでも私に知らせてくれてれば。知らせてどうなるというんだ。俺たちは元には戻れない。過去に戻ることはできない。待ってたのよ、長い間待ってた。だけど。なあ、あの子はどうした？あの子はどうなったんだ？もう時間だからそろそろテレシータを迎えに行くわ。待て待て、話をそらすんじゃない。それを聞いてどうするつもりなの？どうしても知りたいんだよ、イルダ。頼むから教えてくれないか。息子を預けた時以来ずっと気になってたんだ。今どうしてる？元気よ。それだけじゃなくて、もっと詳しく話してくれ。今さらそんなこと言っても遅いわ。余計な波風を立てない方がみんなのためだとは思わないの？なあ、聞いてくれ。俺の人生も終わりが近い。よくわかってる。俺は過ちを犯したし、間違ったこともいろいろとやったよ、たくさんな。ただこのまま死にたくない。自分の過ちをきちんと償ってから、それから生きたいんだ。なら神に祈るのね。そうだな。だが俺とお前がここで再び巡り合い、こうして話をしているのも神のご意志だとは思わんか？教えてくれ。あの若者が、あのオクタビオが俺の息子なのか？
そうよ。オクタビオはあの時あなたが連れてきた子よ。約束通り私が一人前に育て上げたわ。あなたとは関係ない。あの子は私だけの息子なの。実の父親のことは何も知らないわ。あなたはもう過去の人なのよ。悲しみだけを残して消えていった。お前のお母さんは実に素晴らしい人のようだな。立派な女性だ。随分苦労なさったことだろう。そうなんです。だから俺は恩返しがしたい。母さんは俺たち兄弟のために頑張ったんだから。そうだな。お前の言うことはよくわかる。人は時に大切な人に何とかしてお返しをしたい、ぜひ報いたいと思うものだからな。迷惑をかけた場合は特に。母さんに申し訳ない。息子の俺が犯罪者なんて。いや、お母さんはそんな風には思っとらんさ。母が何か。いやお母さんとは世間話をしてただけさ。でも妹と話をして戻ってきた時、二人は深刻そうだった。なぜです？話してください。なあオクタビオ、ここは刑務所だ。笑って話ができるようなところじゃない。お母さんが言ってたぞ。お前は自慢の息子だと。最高の息子だとな。俺もそう思う。ありがとう、そう言ってもらえると。イスマイルっていうのが本名ですか？まあな。だが頼むぞ、他の者には言うな。イスマイルって名前を知っているのはここではお前だけだ。他の連中には知られたくないんだ。この刑務所の中では今後もずっとコルソの名で通すつもりだ。いいな、誰にも言わないでいてくれるだろうな。言いませんよ。本名を隠す理由も聞きません。俺口は固いから。ありがとう、ありがとう、オクタビオ。リカルド悪いわ。僕の気持ちさ。とっても綺麗、優しいのね。君を愛してるから。ああリカルドやめてよ。ごめん、だけど僕はずっと思ってるんだよ。三人一緒に幸せに暮らせたらいいなってさ。気持ちは嬉しいけどやっぱりダメ。アナルイサにはパパがいない。大きくなったらなぜってきっと聞くよ。分かってる。どうするの？パパはおじさんを殺した人だ。そんなこと言えないだろ。言わないわ。オクタビオのことはあの子には何も教えないし、決して会わせない。そうか。でも偶然会ってしまったら、この間みたいに。どう？あそこに彼がいるとは。知ってたら僕が行かせなかった。もういいの。いや、よくない。あそこはディオニシオが設計した刑務所なんだよ。奴はあそこにいるべきじゃない。許せないよ。もっと待遇の悪い刑務所に行かせなきゃ。それが奴にはお似合いだ。マリソル様、お嬢様の熱が高くて。なんてこと。早く行こう。ほら、あっちで家を建ててるだろ。家を？プロジェクトの一環さ。頭金が払える囚人は家を買って家族を呼べる。刑務所内に？冗談じゃない。誰が住みたがるもんか。マルコス、刑期が長い人でもそれなら家族と暮らせる。
ごめん、オクタビオもそうだったね。ひどいこと言ってごめん。いいよ、俺は気にしてない。でもこんなとこに入れられるなんて不公平だよ。事故だったのにさ。だが殺したんだ、俺は罪を償って当然さ。だけどお前は違う。リオネルからお前の仮出所の話を聞いたけどどうなった？あれは却下されたよ。あと1年いないと。でもここに来られたからよかった。あの男がここを設計したんだって？ああそうだ。いいこともしたんだ。そうだな、不思議な巡り合わせだと思うよ。そうだマリコス、うん、同室のボンビーロがあの事件を見てたって。なんだ、目撃者だらけの事件だな。彼は全てを見てたんだ。男が銃を撃ったのも俺たちが逃げたのも。彼の話だと銃を撃った男はリカルド・フェリーニだ。リカルド？ああ、マリソルの恋人の。あ、ごめん、だからその。気を使わなくていいよ、分かってる。そう、そいつだ。全部見られてたんだ。奴が来て発砲して俺たちが逃げるのも。そして奴はディオニシオを助けずに見殺しにした。すごい事実だろ。そうだね。それってすごくヤバいことだよ。公になればパラシオスケだけじゃなくリカルドの家族までオクタビオを潰しにかかるよ。金持ちにはその力がある。オクタビオも運が悪いよな。奴ら絶対にあんたのことを仮出所させてはくれないだろうね。刑務所に連れてってよね、この週末に。そしたら1ヶ月間食事作ってあげるね、お願い。いやだ、女は連れて行きたくない、退屈するから。そんな、オクタビオに面会に行っても仕方ないだろう。どうして母さんまでそんなこと言うのよ。愛する人に会いたいの、それのどこがいけないの？言いたかないが、あいつは懲役19年だぞ。もうあと17年です。何と言われようと愛してるの、会いたいのよねえ。そんな単純なことじゃないだろ、分かってんのか。 OK、 考えとくよ。もし連れてったら礼はちゃんとしろよ。うん。こんにちは、お元気？お邪魔します。おりんといます。え、いらっしゃい。どうも。こんにちは。こんにちは。うちに来るなんてどうしたんですか？実はね、いい知らせを早くあなたに伝えたくて。財団が今後も奨学金を出すことになったわ。あなたが真面目に勉強してるからよ。本当に？学校からあなたは成績優秀だし努力家だって手紙が届いたのよ。聞いたか？私もとても嬉しいわ。あなたを推薦して本当によかった。抱きしめたい？あ？そうね。さあどうぞ。本当よく頑張ってるわね。立派よ、本当に嬉しいわ。僕も嬉しいです。これからも頑張ってね。ありがとうございます。感謝しています。兄さんのくれた薬が効いたわ。ああ、熱は下がった。でもまだ具合が悪そう。しばらく様子を見ないとね。そうね、気をつけてないと。呼吸困難がひどくならなければいいんだけど。僕も看病する。ありがとうリカルド。でも大丈夫よ。何かあっても私一人じゃない。必ず誰かいるからね。この子を自分の子同然に思ってるんだ。だから心配なんだよ、とても。ほら笑ってごらん。笑ってみせて、ニコニコニコってしてごらん。絶対間違いねえよ。こないだ来てたやつがあの男だ。こないだ来てたって？面会に来たのかい？ついてきたんだ、マリソルにな。じゃあマリソルが面会に来たの？マリソルは何の関係もない。問題はリカルドだ。いいな。ああ、で、どう証明する？俺たちを信じてくれると思うか？向こうは地位も金もある。だけどこっちは囚人3人だ。真実なんだぞ。ああ、でも誰が信じるんだ？リオネルならきっと。それにお前のおじさんだって。お前のおじさんは俺の話なんか信じちゃくれないよ。俺は諦めない。絶対真実を証明する。そんなの無理だよ。まだ分かってないの？世の中は不公平さ。だからここにいるんだろ。でもきっと状況は変わるさ。
どうするつもりだよ。え？あんたは刑務所の中、ここから出られないんだ。でも向こうは外を自由に歩いてる。マリソルと一緒に。そうだが、リオネルがいるさ。信じてる。きっと助けてくれる。それにお前もそのうち出られるだろう。ああ、だから何？え？俺が連中に何されたか忘れた？何をされたんだ？誘拐されたんだよ。それで蹴られたり、氷水につけられたり。マルコス。何？誘拐のこと忘れてたよ。二つの事件にはきっと何かつながりがある。すぐリオネルに知らせないと。きっと役に立つぞ。今俺の身に起きていることを小説にでも書けば傑作ができるな。信じられん。こんなところで息子と再会するとは。まさかこんな人里離れた刑務所なんぞでな。すごい偶然だ。偶然だと？いや、偶然じゃない、グイド。運命だ。必要なものが必要な時に目の前に現れる。まさに運命としか言いようがない。どうするんです？わからん。わからんが、今一番いいのは流れに身を任せることだろうな。自分の力で強引にことを推し進めるのは、こんな状態の俺には無理な話だ。まったく途方に暮れとるよ。まさかこんなことが俺の身に起きようとはな。彼には本当のことを？いや、今は言えない。当分話すつもりもない。それに一体どう話せばいいんだか。俺はお前の父親だ。イルダはお前を育ててくれたが、実の母じゃないんだ。そりゃ確かに混乱しますね。でもいずれは知らせなければ。分かっていると。もだが時期を待った方がいいだろう。なぜあの男に親しみを覚えたのか、特別な感情を持ったのか、これで分かった。まあお前は信じないかもしれないが、あなた以外の人から聞いたら一生に伏すところですよ。笑うと同時に泣くことになるだろうな。話の続きを聞いたら。続きというと？あれは俺の息子だぞ。つまりカジエナはそうとは知らずにお腹を痛めた我が子のことをひどく苦しめてることになる。カジエナは息子からその報いを受けることに。いずれ必ずそういうことになる。ああ、その通りだ。カジエナを破滅へ導くのは彼女の実の息子、オクタビオ・カセレスだ。そしてカジエナには俺が話してやる。オクタビオはお前の子だと。カジエナはその事実をこの俺から聞くことになる。大げさでも何でもなく、彼は立派な青年よ。どんなに努力してきたことか。まあ落ち着きなさい。そりゃ人のために手を貸してやったり、いろんな活動をするのはいいことだけど、やりすぎは良くないよ。彼を応援したいのよ。将来性があるの。私にとても感謝してくれて、お母さんにも見せたかった、あの時の姿を。彼を特別扱いしてるようだね。そんなことないわ。私はただ人助けができて嬉しいの。勉強のお手伝いをしてその人に伸びてもらいたい。これが私の仕事なのよ。どんな人にもチャンスを与えるのが。だけど彼とは特別なつながりがあるように思えるけど。もうお母さんったら何を言うのよ。これは社会奉仕なのよ。責任を果たしてるだけ。それと息子にしてやれなかった分の埋め合わせを。私はお前があの若者に目をかけすぎていると思うね。社会奉仕を超えて
個人的な関わりを持ちすぎてる。そうは思わないかい？お母さん、それどういう意味なの？まさか。いやいや、私が言いたいのはね、やりすぎに思えるってことなの。あの若者をそんなに気に入ってるのかい？ママ、おばあちゃん、どうしたの？息をしてないの？こっちが止まってる。息をしてない。早く、すぐにルチアノを呼びましょう。お母さんは何とも並外れた女性のようだな。そうなんです。並外れてるっていうか、母さんは懸命に働いて子供を育ててきたんです。俺だけじゃなく4人も、女で一つで。じゃあお前の父親は戻らなかったのか？ええ、二度と。妊娠した母さんを残してどっかに行ってしまったんです。大した親父ですよね。まったく無責任もいいところだ。親父や子供が生まれるのを知っていながら消えちまった。なるほど、そういうことなのか。だがオクタビオ、もしかして姿を消さなくてはならない事情があったのかもしれんぞ。本人はそうしたくなかったのにな。いえ、コルソ、俺はそうじゃないと思う。親父は俺たちを捨てたんだ。俺が生まれると知ってたのに。俺を育ててくれたのはチェオ・カセレスだ。おかげで今の俺がある。でも彼も今はいません。ジャングルに行って行方不明に、事故に遭って亡くなったと聞きました。俺にとってはチェオ・カセレスの方がずっと父親より大事だ。兄さんから指示された通りに薬を与えてるわ。優等生の母親だね。でも実を言うと、あれだけでは完治しないんだ。お前とアナルイサはしばらくここを離れた方がいいと思う。どうして？このままだとアレルギーがもっとひどくなる可能性があるんだよ。それに呼吸困難も悪化しているみたいだし。そうなの？だからアナルイサの治療にはきれいな空気が必要なんだ。ここにいてはそれは不可能だろ。都会の空気はとても汚れてる。田舎へ行けば呼吸障害は改善されると思うんだ。そんなに重い病気なの？いや、そうじゃないよ。他の病気まで引き起こす可能性を心配してるだけだ。喘息とか。怖いこと言わないで。いや、あの子は体が弱いってことをよく認識して注意を払っていれば大丈夫だ。医者の指示に従っていれば危険はないんだから。兄さん、私のアナルイサを守って。僕のアナルイサでもあるんだよ。かわいいかわいい姪っ子なんだからね。いいかい、マリソル。医者の指示に従うこと、それと療養も考えてくれ。あの子のためだ。お兄さんの言う通りだよ。アナルイサのためさ。必要なら僕も手を貸す。ああいう立派なお母さんがいることを、お前はいつも心に留めて感謝しなきゃならんな。ええ、いつも感謝してますよ。俺たち兄弟は母さんのためなら何だってする。だけど俺は迷惑をかけてる。人を殺してこんなところに。俺は母さんを苦しめてるんだ。辛い思いはさせたくない。嫌な目に遭わせたくないのに。俺と来たらこんな。なあオクタビオ、あまり自分を責めるな。それじゃいかんぞ。もっと強くならんと。ここではやっていけないぞ。そうだけど。そうは言いますけど、母さんに面会に来てもらうたびに情けないし、別れが辛くてたまらない。そんな日がまだずっと続く。そうやって悲しい顔をしているお前は見たくないな。気持ちはよくわかる。俺でよければ頼りにしてくれ。励ますくらいはできる。ありがとう。そう言ってもらえて嬉しいですよ。頼りにさせてもらいます。なあ、どうだろうオクタビオ、この部屋に移って来られたらいいと思わないか？そしたら一緒にいる時間が増えて、いろんな話ができるだろう。今みたいにお前がひどく落ち込んでる時も、
俺がそばについててやれるしな。俺があなたの部屋に移ってくる。ああそうだよ。詰めてるようなのもいいし、お前の助けにもなるからな。そうしようかしら。はっ、あの子まやかし、とてもよく聞いたみたいなの。子供って意外と忙しくないわよ。彼に会うかもしれん。言ってくれた人。酒は家にいると思うわ。教会の屋根裏以外に住む場所はなさそう。ああ、ここにあったか。よかったよかった。よしと。今夜は葬式だからな。旅立つ人たちをきちんと見送らんと。夜の闇は濃く、人生は緩やか。何世紀過ぎようが思い出のみに生きるこの老体に、時という名の波が打ち寄せる。くだらん。何をやっても無駄だ。私がついてるから大丈夫。いつでもあなたに会いに来るし、必要なものは何だって持ってきてあげるから。いつもありがとう、マカレナ。夫婦だと思われてるらしいわ。本当？いつも夫婦用の部屋に案内されそうになるの。二人きりになれるように。君はいつも俺によくしてくれる。これからもずっとそうよ、オクタビオ。あなたは私を変えたわ。この私が誰かを支えてる。こんなの初めて。嬉しいの。必要とされて。そして私にはあなたが必要なの。